にちは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。今日2020年8月19日、虎ノ門ニュースにおきまして、常念司さんが有田芳生立憲民主党参議院議員が2013年に述べた自らの北朝鮮入りのいきさつについての肉声録音を公開いたしました。この肉声録音については従来から私が存在を予告していたものですが、2013年の6月3日に池袋駅近くの居酒屋で在海日本の記者2名が有田芳生参議院議員に直接お会いして、いろいろな質問をしながらその様子が録音されたものです。もちろんですね、この録音についてはテープ起こしもされ、これはですね、在海日本現在はですね、休刊中でありますが、この月刊誌に上下にわたって掲載されたインタビュー記事の元になったものです。で、今回ですね、公開された内容というのは有田芳生氏がですね、あんまり公開しないでくれと言いつつですね、自ら語ったものでした。本来ならですね、こういうものというのは歴史の、狭間の中でですね、いつまでも裏に隠れて出てこないものなんですが、この間ですね、有田芳生議員が特定失踪者家族会の副会長である藤田隆さんに対して恩をあたで返すなという暴言を加えたり、これに対して反論する拉致被害者救う運動のですね、関係者に対して、様々な事実に基づかない、デマといいますかね、虚言で、反論をし、中んずくですね、その取り巻きの人々と共に SNS 上で、悪魔を投げつけて、袋叩きにするというような状況が続いているわけなんです。それに対して私は有田芳生議員のこの間のですね、北朝鮮問題あるいは拉致被害者問題についての取り組みの姿勢及び目的について大変疑問に思いまして、 SNS 上で、いくつかこの時のですね、取材に基づくデータに基づいて質問を行ってきました。まずですね、今回この YouTube での私のチャンネルでの発信で改めて虎ノ門ニュースで公表された以上のものを若干加えてですね、肉声録音を公開いたしますが、それを踏まえてですね、はっきりさせておかなきゃならないことがあります。それはですね、やはりこれ実はですね、なんでこの有田芳生氏にインタビューしたかと言いますと、2012年10月まだ民主党政権の時に秘密裏に NK 国ですね、 NK 国に入ろうとしていたと。で、その際のいきさつについてですね、肉声録音ではビザなしで入ったと。ビザは平壌に入ってからホテルで作り、帰りはそれで手続きしたと。で、このルートというのは朝鮮総連のレベルを超えたところのつながりでできたんだと、それについては言えないというようなことをですね、とくとくと語っております。これはぜひ肉声で聞いていただきたいんですが、ここで疑問になるのは、これは明白なですね、不法入国になりますし、与党の国会議員としてはこれは帰国してからですね、与党の要するに民主党当時ですね、国会対策委員会に呼び出されたりしてですね、いろいろ問いただされたと。要するに自分の党の指導部にも一切ですね、話さないで、しかもこの今回公表する中にも出てきますけれども、自分のですね、秘書たちにも黙って、北京まで入ることは言っていたようです。そして、北京から高麗航空という NK 国のですね、航空会社の便に乗る10分前に電話をして、これから入ると、これについては内密にしてくれということで NK 国入りを
誰かの手引きで、まあこれは容易に推測できますけれども、少なくとも N 渓谷の高い地位にいるものの、あるいはそういうですね、特別な措置が取る権限のあるものの手引きで、入国したということです。荒田義府氏にとって、まあ不幸だったことは、その時ですね、実は同じ便で、日本からのですね、墓参団、これは流山というところでね、大変大量の日本人の遺骨が見つかり、まあ墓地が作られたと。まあこれの墓参団が載っていまして、これにマスコミ、日本のマスコミが同行していて、見つかってしまったと。一体どこ行くんだということで見つかってしまうことで、有田芳生氏が当初考えていた秘密裏の N 渓谷入りは失敗しています。しかしそれにしても秘密に特別の手引きを持って、N 渓谷に入るということは、一体どうやって何しに行くのかということについて、今や今回のような問題を起こしたですね、国会議員にとって公職者にとって責任を持って、説明する義務があると思います。そして同時にですね、これは私が直接見聞したことでありますが、このインタビューのきっかけになったのは、実はですね、ご長男が有田さんにいらして、施設秘書を当選以来されています。国会参議院の議員会館でお勤めになっております。この方がばったり私と北京の空港で会ってしまった。それも機内で会ってしまった。一人で動くということが誠にですね、奇妙に思えて、まあこの方はそんなですね、外国にいろいろつながりがある方ではない。私は当時ですね、いろいろな政府の関係、あるいはですね、ビジネスマターでですね、頻繁に中国に出入りしておりました。会った時にですね、一体君は何日に来てるんだと言ったらですね、いや、平壌行ってきた帰りなんですということを答えて、私は大変驚きました。そして帰国したらですね、有田芳生参議院議員から携帯電話に電話をいただきまして、このことは内密にしていただきたいと、非常にちょっと繊細な問題だということで、私は当時ですね、ある程度の信頼は有田芳生さんに対しては抱いておりましたので、黙っておりましたが、この間ですね、あまりにも奇妙な、もっとありていに言えば N 渓谷の肩を持つような態度及び行動をとっている有田氏について疑問を持っておりますので、この本来だったら有田芳生氏が行けば目立つものを、ご長男が行けば目立たないで、身分的には施設秘書と言いつつ、まあある意味ですね、代理ですね、代理で一人で単独で、N 渓谷に行ったのはなぜなのかということについては、これはですね、遊びとかそういうことで、捉えられないと思いますので、これについても公職にあるものとして責任ある説明を求めたいと思っております。この間ですね、ツイッター、SNS でいろいろ問いただしたり、私が YouTube で取り上げたところですね、日朝友好促進東京議員連絡会の定期的な訪朝団に一般参加として参加したということで、自分とは別に長男が N 渓谷に行ったこと自体は認めました。でもこれ観光で行ったんでしょうか、本人がそういうことを希望されるんでしょうか、甚だ疑問です。一体どんな用事を果たしに行ったのか、若い秘書さんですが、交渉事ができるような、またそういう経験が積まれてない方だと思っておりますので、この点についても明確な説明を求めたいと思います。そして、これも私が2018年来、非常にですね、これはある意味、有田芳生さんに対して、不信を持つ第一歩になる出来事がありました。これはですね、2016年に2期目に当選されたんですが、その2期目の時に、有田選対の選対本部長を務めた芦沢和明、渋谷区議会議員、この方がですね、なんとですね、その選挙から2年も経たないうち、1年半ぐらいのうちの2018年、3月でしたかね、新宿のビルから転落死されました。自死ではないかということが言われておるんですが、警視庁は断定はしておりません。
ただ他殺という線はないだろうということは言っておるんですが、この旧姓に対してある意味大恩人であります。私はあるところから、これは確認できませんが、最近聞いたことではこのビザなし N 渓谷入りも実はこの芦沢さんの方が先行的にですね N 渓谷と深い関係を結んでいた、この芦沢さんの手配があって、こういうことがつながったんだという話を有田さんに近い方から耳にしました。そうした重要な鍵を握る人物であり、同時にですね、選挙にあたっては当選の恩人である方が救世されたのに、あれだけ SNS、ツイッターで饒舌な有田芳生さんが、この救世については、たった一つですね、現場に小さなブーケのような花束を置いて、追走と書いてるだけです。追走、パッと新宿ですかね。非常に背筋が凍るようなツイートをされていました。そして、そんなに日が経たないうちに、出張された北海道の出先では誠に気楽なツイートをしているということを考えると、芦沢氏のこの旧姓については心が痛まなかったかのような印象を受けます。これは一体どういう真意を持って、受け止められたのか、これについても忌憚のない、私は有田さんの紹介で芦沢さんに知り合い、私自身も親しくお付き合いをしたことがございます。そして、僕この亡くなる直前の頃まで電話でお話もしたりしました。全くですね、自死するような理由は考えられません。中にはですね、伴侶が亡くなったことが原因と言われる方もいましたが、ご夫人が亡くなったのはもうそれよりも3年も前なんですね。それが今更ですね、救世につながるということも考えにくいことです。この問題について、特に N 渓谷との関わりにおいても非常に大きな役割を果たしたであろう芦沢氏の救世について、いかなる気持ちをこの時持っていたのか、十分な説明をしていただきたいと思います。そして、特定失踪者家族会副会長であった藤田隆さんに対してなぜ暴言攻撃を加えたのかについても改めて明らかにしていただきたいと思います。この間藤田隆さんは特定失踪者問題調査会代表の荒木和弘さんとの対談で、3年前に拉致被害者を救う別団体を作るときに役員として誘われて所属したが、国交回復先にありきの路線が自分の心情には合わないということで、役員の職を辞して脱退した。その後ですね、この有田芳生さんの取り巻きの方々から攻撃をされ、それをずるずる引きずるってる中でですね、我々を敵視するというのは本当に不損だと、恩あだで返すなと、後ろ足で砂をかけるなというようなことをですね、暴言をツイッター上で投げかけました。まあ、これで、まあ、国会議員が一般人に、投げかける言葉としては誠に不遜であるし、藤田隆さんのお兄さん、藤田進さんは特定失踪者でありますが、19歳の時に学芸大学の学生の時に、拉致されたと言われております。脱北者が、平壌から持ち出した写真の人物と、お兄さんが、法医学者の鑑定においてですね、同一人物だということが分かり、なんでこれが拉致被害者に認定されないのかということも含めてですね、有田芳生氏自身が、この我々がですね、インタビューした前後に質問収集も提出しております。そして、この藤田進氏についてはですね、国連が調査をした上でですね、N 渓谷による拉致が非常に可能性高いということで、N 渓谷に対してですね、居所を人権を守るために明らかにしろという勧告も行っております。そして、有田芳生氏は、この勧告について政府に問いただし、政府としては、この勧告になんで回答を出さないのかということを、N 渓谷に働きかけないのかということも、述べて、問いただしているわけでありまして、そういうことを述べて伏せてですね、
国連は特定失踪者のことを知らないとか、全く自分がやってきたことをですね、否定し去るような嘘をですね、持って攻撃を行っている。これは一体どういったことなんでしょうか。以上の点についてね、公職者として責任ある説明を私は求めておりますし、今や私だけではありません。多くの国民、そして従来は有田芳生さんを支持してきたであろう方々も同じ思いでおります。まあ、皆さん、この問題をですね、知りたいと思ってこの動画を見た皆さんはですね、この後に収録いたします、有田芳生氏のですね、肉声もお聞きになって、この問題についてぜひ考えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今夜の路上で普通に歩いてる人の服装っていうのは、10年前に行った人に、10年前に行って去年行った人に聞いたら、10年前に比べての特徴の一つは、まず交通量がものすごく増えた、車。車が増えた、10倍ぐらい増えたって言ったかな、それから人の数が多くなった、で男たちは10年前とそんなに表情は変わらないけども、女の人たちの表情がとても明るくなった、で女の人たちの服装がものすごく洗練されてる、それから街にネオンがあるっていうのは10年前はなかった。なかった。でネオンがある。それから高層住宅がある。それが違いだって言ってましたね。じゃあ急速に発展したんですね。してる。キム・ジョンイル時代にね。そうそう。車はどんな車で移動したのされてるんですか。車はアメリカのリンカーン。リンカーンってのはありましたっけ。なんか聞いたらリンカーンって言ってたかな。スーパーマーケットのものがないなんてことは全くないわけですね。いっぱいありますよ、ね、それは写真も写してきたけど、だから日本だけは本当島国根性で北朝鮮制裁だ言ってたって、そんなことは聞かないですよ。